それが後ろから次々に大量のフェスを起こしまして、仙台市のナトラガード株式会社です。今流された津波が川の中に崩れ落ちていきました。今新しい情報ですけれども、午後3時50分に相馬港で7メートル30センチ以上の津波を観測しています。ご覧いただいているのは仙台市の名取川の河口付近の様子です。河口の川は下がるでしょうか。海の方から大きな波が来まして、住宅や畑などを乗り込んで、そして今濁流になって流されていきます。被害の情報などは分かりませんけれども、これは辻島さん、大きな被害が、はい、今気象庁から最新の地震の規模について発表がありまして、マグニチュードが修正されました。2時46分で起きました一番初めの地震についてはマグニチュード8.4 というふうに、推定されています。はい、これは本当に巨大地震ですね。東南海南海地震に匹敵する巨大地震が起きたということです。ご覧いただいているのは仙台市の名取川の河口付近の映像です。辺り一帯畑が広がっていたんですが、その周りを津波が今乗り越えていく様子です。畑や住宅、そして車などを今津波が押し流しています。幹線道路を走っていた車も今流されて、先ほど流されていく様子が分かりました。海岸や川岸の海が大変危険です。この海岸というのは数キロの範囲で遡上していることが予想されます。ですから海からかなり離れているところでも高台に避難することが必要です。予想されている津波の高さは10メートル以上ですので、少なくとも10メートル、20メートルの高台、もしくは高台がなければですね、3階から4階建てのコンクリートのしっかりした建物、いずれか森の近いところに避難してください。海からなるべく離れる方向で避難をしてください。もしその海から離れることが不可能な場合は、周辺の3階